皆様こんにちは。今回はこちら iHerb で最近すごくリピートしているものと購入品をご紹介したいと思います。ぜひ見ていってください。 iHerb のリクエストは今までもたくさんあったんですけども、結構 iHerb お気に入りとか、2018年 iHerb でよく買ったものとか、こうまとめた動画しかあんまり出してなかったんですけど、今回の動画は iHerb で買ったものと、なるべくすごくリピートしているものを中心に買ったので、そういった商品をご紹介したいと思います。まずはこちら、EO のハンドソープです。この EO のハンドソープはお肌にも優しく香りもいいので、よくリピートしていて、あとプレゼントでもよく利用します。基本的にこのラベンダーとローズ&レモンをいつも購入していて、こちらのゼラニウムというのは初めて購入しました。多分新作じゃないかなと思うんですけど、どうなんだろう、なんか初めて見た気がするんですよね、このゼラニウムって。いい香り、ゼラニウムの香り。こちらはiHerbでお安く手に入るんですけども、って言っても852円か、コスメキッチンでも売っていたと思います。このね、ラベンダーとローズは特にこう一般受けする香りだと思うので、プレゼントにもよく利用していて、友達にプレゼントしてまたリピートしたいんだけどどこで買えるのとかするぐらい気に入ってもらえる商品かなって思ってます。こちらよく購入しています。そしておなじみのオーガニックフルーツのフリーズドライのものなんですけども、今回はパイナップルを3つ購入しています。これは昔から私の動画でよく登場するし、ご紹介しているので知ってる方も多いかなと思うんですけど、よく買っていたのが、私が好きなのはもうイチゴラズベリー、息子が生まれてからはストロベリーバナナを中心に買ってたんですけど、最近はパイナップルをよくリピートしています。ちょっと酸味があって美味しいんですよ。今の時期ムシムシしてきて、なんかこの甘酸っぱいのが食べたくて、息子だけじゃなく自分も食べてます。この USDA 認定オーガニックで、あのフリーズドライなので、お砂糖とかも使ってなくて、パイナップルそのままの栄養価なので、すごく日持ちもするし、 NASA の宇宙食にも使われています。なのでこちらは災害用バッグにも入れています。あとはこちら、オーガニックのオーツとハニーのシリアルです。これ最近パッケージ変わったんですよね。結構昔から何度も何度もリピートしている商品なんですけど、オーツでグラノーラを自分で作るのがめんどくさい時とかは、もうこれをこのまま豆乳入れて、フリーズドライのフルーツだったりとか生のフルーツとか入れてヨーグルトで食べたりしています。これはオーツ&ハニーなので、もうハニーの甘い味がついているので、蜂蜜とか後から足さなくても美味しく食べられます。最近ね、iHerbでオーツが買えなくて、なかなかね手作りグラノーラが作れてないんですよね。スーパーとかで売ってるのを見かけたら買ったりしてるんですけども、まあ高いしなかなかないしっていう感じで、まあもともとこれはよくリピートしてたんですけども、最近は特に買ってますね。 iHerbで買えるオーツもしあれば、ぜひぜひぜひコメント欄で教えてください。そしてこちら、めちゃくちゃ大量で重いんですけど、保湿食器洗剤です。1173円するんですけども、946ミリ大容量で入ってます。産後手湿疹でめちゃくちゃ手が荒れてから、洗剤も気をつけるようになって、 iHerb でいろいろ洗剤使ってたんですけども、これが一番荒れない、まあ、タイミングもあったと思うんですよ。ちょっと落ち着いてきたぐらいに出会ったのかもしれないんですけど、まあこれを使ってから荒れてないので、あれこれどれぐらいだろう、大阪にいる時から使ってたから、息子が生まれて2年ぐらいかな、こちらの食器用洗剤を使ってます。無印のポンプに詰め替えて使ってます。このままだと大きすぎてすごい使いにくいので、環境にも優しいものになってるはずです。あとはグミベアですね。グミベアのグミをたくさん買っています。10袋入り2つと5袋入り2つ買っています。こちらはこんな感じの小さいグミパックがセットになって入ってます。こちらはお砂糖は入ってるんですけど、お砂糖も全て有機のオーガニック版のハリボって感じです。グミ自体もクマさんの形してて、噛み応えもハリボぐらいの硬さなので、息子が生まれる前も自分用に買って食べてました。なんですけども、息子が最近グミを食べれるようになったので、このサイズがちょうど息子にもよくて、よくリピートしています。あと友達の息子がめちゃくちゃグミにハマっていて、もう毎日グミばっかり食べてるらしくて、あの iHerb 利用していない子なので、本当にスーパーに売っているそういったグミをたくさん食べている状態で、お母さんが心配してて、その子にもプレゼントしようと思って今回たくさん購入しています。食べてみてね、息子くんが気に入ったら自分でも頼めるしね。まあ全てオーガニックと
はいえ砂糖はたくさん入っているので、この小さい一袋っていうサイズがちょうどいいかなと思います。そしてね、同じくこちら、その友達の息子にも買ったんですけども、こちらがお砂糖が使われていないシュガーフリーのマルチビタミングミです。これはアイハーブで人気商品で、私がまだ子供を産んでいない時に自分で買ったんですけども、グミっていうよりかもゼリーに近いかも。それで私は、まあ、自分用に子供用マルチビタミンなのにすごいグミ好きだったので、食べ過ぎて自分でも良くないなと思ってたから、シュガーフリーっていいなと思って自分用に買ったんですけど、ちょっとあまり美味しくなくて、なんて言うんだろう、グミの歯ごたえが好きだからグミっていうよりかはゼリーっていう感じで、あんまり好みじゃないなと思ってたんですけども、まあ、息子が生まれて、でこちらが2歳から食べれるので、今回自分の息子用と友達の息子用に購入しました。だからまだ開けてないので食べるかわかんないですけど、いや、うちは絶対何でも食べるんで食べるんですけど、こちらがマルチビタミンなので多分1日2粒とか決まってるんですよ、量が、うん、栄養補助食品で1日2粒って決まっていて、あくまで栄養の補助っていうことと、もし何か病気があったりとかするんだったらお医者さんに相談してから食べた方がいいかと思うんですけども、まあ、砂糖いっぱいのグミをたくさん食べるよりかは、まあ、食後に1日2粒とかこう楽しみに食べれたらいいかなと思って、はい、こちら購入しました。あとはこれ、今回の購入品ではないんですけども、すごくリピートしているのでご紹介します。これもね、よく紹介しているそのフリーズドライのパックになっているもので、これは梨です。いろいろリンゴとかバナナとかイチゴとかディズニーのものとかいろいろ購入していて、で今までの、まあ、バッグの中身とか何かしら出てきていると思うんですけども、今回ね、この梨を、大量に入っている梨を買ってもう全部食べきったの で大好きだったので、はい、こちらをご紹介します。今までずっとあのリンゴ好きで、あのアポ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 ってずっと言ってたのが、これをね、食べるようになって、梨梨って梨が欲しいってすごい言うようになりましたね。ただもうね、この11パック食べたのでちょっとさすがに飽きてきてしまって、出した時にあー梨かって感じの顔をちょっとするので、まあもうしばらくは梨は買わないかもしれないんですけど、まあこういったフリーズドライのフルーツパックみたいなのをアイハーブでよく購入していて、息子のお菓子代わりにあげたりしています。あと息子のおやつだとこちらもよく食べます、オーガニックライスケーキです。こちらはリンゴなんですけども、あともう一つブルーベリーだったかな、うん、ブルーベリー&ビーツっていうものもあって、こっちのリンゴもそのブルーベリービーツもよくリピートしています。ライスケーキなのでグルテンフリーでオーガニック、日本でいうポン菓子みたいな感じかな。でこちらもよく食べるのでリピートしています。ただ開けてしまうと結構量が多いので、うちの子多分全部あげたら全部食べきっちゃうんですけど、全部あげるには量が多いなって思っちゃうので、開封するとこうフリーザーバッグで3つぐらいに分けて持っていくようにしています。グルテンアレルギーとか小麦アレルギーの方にもおすすめのお菓子です。あとはこちらのパックです。人気の商品なので皆さんご存知かと思うんですけども、メディヒールのフェイスマスクです。韓国ブランドのメディヒールのマスクで10枚1644円になります。多分もっと安いこう韓国製品のサイトとかあるんだろうなって思うんですけども、アイハーブで私よく注文するので、もう一緒に送料無料にするためにもここでもうこちらを購入しています。でこのブルーのタイプともう一つブラウンのタイプをよく買っていて、特にこのブルーのタイプがこのもうすごいひたひたで液が多すぎるんじゃないかっていうぐらい、首からタラタラ垂れちゃうぐらいたっぷり保湿される感じがお風呂上がりにすっごい気持ちよくて使ってるんですけど、今回こちらは初めて購入しました。ホワイトハイドレーディングブラックマスクです。お値段は一緒なんですけども、シートがブラックなのかな、ちょっとこちらも試してみたいと思います。なんか一時期はパックする暇ないなってあんまり使わない時期もあったんですけど、最近はパックの方が楽でめちゃくちゃパックを消費しています。毎日使ってます。また使い切りコスメとかでも紹介しようと思ってたんですけど、公園とか水遊びとかしてから帰って、で息子をお風呂入れて自分も洗ってお風呂上がってきて息子のケアして服着せて、自分がケアする時にはもうクタクタなんですよ。なんか特に最近疲れやすくて、なのでもうスキンケアする前にフェイスパックだけ貼ってパジャマ着替えたら一瞬横になって、でまあ5分ぐらい横になったらそのパックしたまま頭を乾かし始めます。で頭が乾いたらパック外してちゃんとスキンケア、化粧水からもう一度いつものスキンケアをするっていう感じ、はい、すごい利用しています。あとはこちら、こちらも韓国のブランドでアクネパッチなんですけども、これもね何度も何度もリピートしています。見えにくいんですけど、こういった丸い大小とあるシールが
入ってます。私はこれをね、赤くなって、あ、ニキビができそうってなってで、白く浮き出てくる前に貼るようにしています。どの段階で貼るのが正解なのかはわからないんですけど、潰れてしまった後になんかスキンケアする時とか、スキンケアとかがどんどん入っちゃうとなんか悪化しそうじゃないですか。だから潰れちゃった後十分に拭き取って、このアクネパッチを貼ってお風呂上がりに、そっからスキンケアしたり、そういうスキンケアとかから守る風にも使ったりしているし、とにかくニキビをあんまり刺激したくない時に使ってます。毎日慌ただしく過ごしているので、なんか跡が残りにくいとか、ちょっと細かいことはなんかわからないんですけど、でも口コミとかではこれを使って悪目立ちしなくなったので、何度もリピートしていますとか結構いい口コミがいろいろ書いてます。あとはこちら、今回初めて購入しました、シアバターやアーモンドオイルなど保湿成分も入っているかゆ止めです。こちらのアースケアの商品はティーツリーオイルは使ってたんですよ、ニキビとか用に。でもこちらのクリームは初めての購入です。これから蚊に噛まれる季節なのでちょっと買ってみました。天然の成分で保湿しながらかゆみを止める感じのものになると思います。去年はまだ1歳前後だったので、息子も蚊に噛まれてもかゆみを感じないんですよ。なので、あのかきむしって悪化してってことがないんですけども、今年から2歳前後になってくると痒みを感じて、あの子供だからかいて悪化して皮膚科に行くみたいなことがめちゃくちゃ増えるらしくて、うちの子はまだ全然今年1回も噛まれてないんですけど、友達の子とかはめちゃくちゃ噛まれて、そのかいてただれて皮膚科に行くみたいなお話を、仲いい友達2人が今そういう状態なので、もう蚊に噛まれて皮膚科に行くってエンドレスだし大変だなと思ってこちら買ってみました。2歳以上のお子さんから使えます。そしてこちらも初めて買いました。マヌカハニー配合のリンゴ酢になります。これからの時期、炭酸で割って飲んだりとか、冷やして飲むのが私は好きなので、こういうお酢のものは食事と一緒に摂ることで、糖の吸収を抑えたりとか、こういろんな効果があったりするので、夏にこういうアップルビネガーとかを炭酸で割って、で飲んだりするのが好きなんですけど、結構こう日本のリンゴ酢ってめちゃくちゃ砂糖が入ってて甘くて美味しいものが多いんですけど、アイハーブで買っていたリンゴ酢は全て砂糖が入ってなくてすごい酸っぱくて飲みにくかったりしたんですよ。まあでもその代わり食事にあったりとかしたんですけど、こちらはマヌカハニーが配合されているので多分甘くて飲みやすいし、マヌカハニーは免疫力を高めてくれたり抗菌作用とかもあるので、夏風邪もひきにくくいいんじゃないかなと思って、はい、今回こちらは初めて購入しました。飲むのが楽しみです。以上が今回のアイハーブのリピート品と購入品になります。アイハーブ関連の動画のリクエストすごい多いのに、全然1年に1回とかそれぐらいの程度しか出せてないので、購入品とかでも良ければまた動画にしたいなと思ってます。リクエストあればぜひグッドボタンやコメントでお待ちしています。今日のリップはこちら、最近気に入ってるっていうか使用率高いですよね。こちらのクリオの6番のリップです。色も可愛いしマットなのに唇の縦じわが目立ちにくいかなと思って、ちょっと最近よく使ってますね。それでは関連動画にはアイハーブ関連の再生リストとあなたへのおすすめ動画を貼っておきます。最後までご視聴ありがとうございます。また次回のビデオでお会いしましょう。さよなら。